ケイマートのロゴケイマートはアメリカ合衆国入りの一州に本社があり各地に百貨店型の店舗を展開する全米有数の小売業者であったビジネスのピーク時の1994年にはディスカウント店ケイマートスーパーセンター店合計2323 23店を展開していたが2002年にまた2018年に破産宣告を行い202店に縮小した 2005年から2019年までは、シアーズホールディングス参加にあったが、その後、エディランパートが所有するトラファーム子所有になった。マサチューセッツ州、スプリングフィールドのクレスギー店ビッグ・ケイマート店。ケイマートは、ペンシルベニア州、アレンタウン出身の SS クレスギーがウルワースに、習って、低価格の各種商品を品揃えした、バラエティストアを1897年に、 テネシー州メンフィスで開店したことで始まる。彼はその後順調に店舗を増やして、1912には85店舗を持つ S s クレスギー社をデラウェア州で登録している。1916年にはミシガン州で S s クレスギー社を作り、この会社が1918年にはニューヨーク証券取引所に上場され、その後、K マートとなることとなる。 1962年から k イマートという店舗名を初めて使うようになり、1977年から社名も k イマートとしている。2000年の前世時期には2171店舗を展開していたが、21世紀初頭の様々な理由によるアメリカ合衆国における小売業の衰退により、2017年には510店舗に減っていて、現在は 全米の47州に店舗を持ち、プエルトリコ、バージン諸島、グアムにも店舗がある。K-Mart の本部は依然ミシガン州トロイにあったが、2004年のシアーズとの合併後は、シカゴ中心部のシアーズタワーを出て、イリノイ州ホフマンエステーツへ移転している。なお、日本にかつてあった小売業者の K-Mart との関係はない。国外では、以前カナダ、メキシコ、シンガポール、 東ヨーロッパ諸国にも店舗を展開していたが、これらはその国の小売業者へ売り渡したりして、現在は k イマートは残っていない。また、オーストラリアとニュージーランドでの地元業者との合弁会社 k イマートは、今は米国の k イマートとの関係はない。ありがとうございます。